西鉄千早駅、千早駅は、福岡県福岡市東区千は4丁目にある、西日本鉄道、九州旅客鉄道の駅。両者の駅舎はほぼ一体化している。本校では両駅について記す。島式ホーム1面2線を有する高架駅。自動改札機、エスカレーター、エレベーター設置。ホームは3両分の長さであるが、6両対応延伸が、 容易な構造となっている。駅番号は n k さん乗り場駅名標には千早と飲み記されていたが、駅ナンバリング導入により、西鉄千早と表記されたものに取り替えられた。西日本鉄道が2007年3月18日より販売している駅名キーホルダーでも同様、案内放送も西鉄千早千早とアナウンスされる。 島式ホーム2面4線を有する高架駅。国鉄菓子総社場跡地を再開発するカシー福都心都地区画整理事業の一環として開業した。営業キロでは文字港から7 1トルであるが、駅構内の本線上には7 2トルポストが設置されている。開業当初から快速の停車駅となっている。駅番号は JLS3。 JR 九州の直営で緑の窓口及び自動改札機が設置されている。車内アナウンスでは西鉄貝塚線への乗り換えは案内していない。乗り場配線図なお貨物引き上線の博多、福岡貨物ターミナル方面は千早奏車場に続く。各年度の1日平均乗車及び乗降人員は下表の通り、駅周辺は 大型マンションの建設ラッシュである。福岡市の新たな東の福都心と位置づけられ、旧来の東の福都心であり、小規模な繁華街を形成している家臣までは徒歩圏内である。東口駅前以下の施設は JR の場合あたり駅が最寄り駅だが、西鉄においては、なじま駅が最寄り駅となる。 西口駅前以下の各施設は JR の場合あたり駅が最寄り駅だが西鉄においては菓子井宮前駅が最寄り駅となる。以下の施設は JR の場合あたり駅が最寄り駅だが西鉄においてはなじま駅が最寄り駅となる。西口に西鉄バス、千早駅前バス停があり以下の路線が利用できる。開業時の地名が由来。 千早の由来はよくわかっていないが、線は博多湾を指し、この近辺から博多湾の潮の流れが速くなるという意味合いからついた地名といわれる西鉄千早駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。